現在、区内歌舞伎町でホストクラブなどを利用する女性客が本人の支払い能力を超えた高額な金額を請求される事案が相次いでいます。これを受け、新宿区は11月17日に警察や支援団体などと連携して対策を行っていくことを発表しました。会見には吉住健一区長のほか、歌舞伎町商店街振興組合杉山元重理事長、新宿警察署長野正道署長、青少年を守る父母の連絡協議会現秀森代表らが出席しました。区長は、歌舞伎町のホストクラブはおよそ300店、ほぼすべての店で売掛金、いわゆる付け払いの仕組みを設けているとし、借金を背負った女性が返済のために風俗店で働いたり、路上売春に及ぶケースもあると説明しました。また、ホストクラブを訪れる人に対しては、性風俗に従事させて、売掛金の支払いをさせるような男性はいません。そうした男性はそもそも恋愛詐欺師であるということを認識していただきたいと思います。長年にわたり歌舞伎町で若者の相談や支援に携わっている現秀森さんは、コロナ禍が明けた時期からホストクラブの店舗や訪れる客が急激に増え、それに伴い相談も増加した。今回の取り組みが問題解決のスタートとなると話しました。区は今後、啓蒙活動キャンペーンの実施などのほか、12月に区役所に弁護士が応じる相談窓口を設置。また、ホストクラブの経営者に対しては、売掛や高額請求となる仕組みの改善など、自主規制を求めるとともに、それらを等しく実行するための業界団体設立の要請も行っていくとしました。